これは札幌市が作った地震防災マップと浸水ハザードマップ。ここにはみな、え？札幌市内の最大震度は震度7。市街地のほとんどにおいて震度6弱以上の激しい揺れが予想されています。札幌市地震防災マップにはその場所の最大震度、建物が全壊する確率、液状化の危険性が掲載されています。浸水ハザードマップはその場所の浸水の予想深さが示されており、水害の時にどう避難したらよいかを考える助けになります。災害に備えたサバイバルマニュアルともいえる地震防災マップと浸水ハザードマップ、あなたと家族が助かる第一歩となることでしょう。